Rogan. Hi, Bruno. How are you? How are you, porra? Bom dia, porra. Thank you.
仕事してるね。そうそうだ。かっこいいじゃん。ジョー君どう？キャンプ。宮崎2日目だけど。いや充実してます。本当。やっぱ豊富のサッカーとは違う？そうですね。よりやっぱりつなぐっていうか。キーパーまで返してつなぐっていうのは甲府ではなかなかなかったんで、そこのポジション取りとかをもっと早くしなきゃいけないとか。結構ロクさんともなんかコミュニケーション、はいはい、ロクさんすごいアドバイスいただいて。ミマちゃん、はい。今センターお願いしたらちょっとチョンパお願いできる？やっぱりセンターバック一緒に組んだりするイノさんとかマサさんとか、ゆうたろうくんも左サルバキ、ゆうたろうくん、最近はエイジくんと左組んでるんですけど、いろいろアドバイスもらって毎日勉強で、うん、あれ松尾と仲いいんだな。松尾仲いいっすよ。いいですか？中高6年間一緒です。あ、どう当時の松尾の印象は？当時の松尾の印象、静かっていうイメージ。静かだけど、ふざけるときふざける。不思議だよ。まあ、空気感は不思議ですね。独特。しゃなかった。中学のときは、めっちゃ遅かったっす。中学のときめっちゃ遅くて、で、背ちっちゃくて、体もあんまり強くなくてみたいな感じで、高校入って急に速くなって、でも大槻監督にお前の良さが分からない。そうですそれ。なんか俺は本人から聞いてないですけど、ネットとかで見てなんか言われたみたいな。どうかな、しジオ君の体は硬いです。硬いの張ってる？張ってる。あと股関節が硬い。実はサッカー選手股関節硬い人多いんですよ。船は？俺も硬い。硬いですか？俺も硬い。硬すぎて股関節怪我してる。